30年戦争は、ドイツを舞台として1618年から1648年にかけて戦われた宗教的、政治的諸戦争の総称である。ドイツにおけるプロテスタントとカトリックとの対立、オーストリア、スペインのハプスブルク家とフランスのブルボン家との抗争を背景とし、オーストリア領ボヘミアの新教徒が神聖ローマ帝国に対して反乱を起こしたことに橋を発した。当初は皇帝=カトリック軍が優勢であったが、プロテスタント国のデンマーク、スウェーデンが参戦し、旧教国フランスが新教国スウェーデンを支持するに至り、宗教戦争とは言えなくなり、国際的戦争となった。戦争の結果、オランダとスイスが独立し、ドイツ諸侯も独立性も強化され、神聖ローマ皇帝は名目的存在となり、ハプスブルク家は大打撃を受けた。アルザス地方を獲得したフランスは、大陸最強国となり、北ドイツの所要地を獲得した。スウェーデンも強国となった。この戦争はフランスブルボン家及びネーデルラント連邦共和国とスペインオーストリア領ハプスブルク家のヨーロッパにおける覇権をかけた戦いであった。また政治的優位性をめぐるフランスとハプスブルク家の対立だけでなく、ハプスブルク家がドイツで帝国の権威を再構築しようとしたことの延長線上にあったとも解説される。最後で最大の宗教戦争とも言われ、ドイツの人口の 20% を含む800万人以上の死者を出し、人類史上最も破壊的な紛争の一つとなった。30年戦争は、フェルディナンド2世が神聖ローマ皇帝に選出されたことに橋を発していた。カトリック教徒であったフェルディナンド2世は、自分の領地に宗教的統一を押し付けようとした。これに呼応して、北ドイツのプロテスタント諸国は自分たちの利益を守るために、プロテスタント連合を結成した。緊張は、ボヘミアのプロテスタントが、皇帝の代表者を窓から放り投げたプラハ総外放出事件まで高まった。その後、ボヘミア人は、プロテスタントのプファルツ選帝公、フリードリヒ5世を、ボヘミア王国の新しい王に選出した。バイエルンを中心とした南ドイツのカトリック諸国は、カトリック連盟を結成し、皇帝が、ボヘミア王国の権威を回復するのを助けた。ボヘミア反乱は、白山の戦いで鎮圧され、プロテスタント連合は1621年に解散した。プロテスタントの抵抗は、シュタットローンの戦いで打ち砕かれ、30年戦争のプファルツ期は終焉を迎えた。カトリックの決定的な勝利は長くは続かず、他のプロテスタント諸国がドイツの同胞を守るために参戦した。1625年から1630年にかけて、プロテスタントのデンマークが参戦したが、失敗に終わった。プロテスタントの大義は、フランスの財政支援を受けたスウェーデン王グスタフ2世、アドルフに取り上げられた。フランスのブルボン家の王たちは、カトリック教徒であったが、ヨーロッパの指導者としての主なライバルは神聖ローマ帝国とスペインのハプスブルク家の支配者であった。最初のスウェーデンの成功により、南ドイツのカトリック領に深く進出したが、グスタフ2世アドルフがリュッツェンの戦いで戦死したため、スウェーデンの軍勢は衰退してしまった。その後、1635年にはフランスがプロテスタント側に、直接参戦する。ボヘミアでのハプスブルク家の権力に対する反乱から始まったこの戦争はヨーロッパ全体の戦争へと拡大していった。30年戦争は地域全体を荒廃させ、飢えや病気による死亡率が高かった。軍隊や傭兵は略奪や占領地の住民からの徴収で資金を調達し、住民に厳しい苦難を与えた。戦争はまた、3カ国のほとんどを破産させた。最後に、疲弊した、係争国は、ベストファーレン条約を交渉し、重複する紛争に終止符を打った。ブルボン朝フランスの台頭、ハプスブルク家の野心の抑制、スウェーデンの大国としての台頭により、大陸に新たなパワーバランスが生まれた。また、オランダ共和国は80年の反乱を経て、スペインからの独立を認められ、オランダ黄金時代を迎えた。プロテスタント派スペインハプスブルクオーストリアハプスブルク1620から1623、ボヘミアとプファルツ選帝公の敗北。1625から1629、デンマークの参戦。1630から1632、スウェーデンの参戦。1635から1643、フランスの介入。1645から1648、テュレング将軍とスウェーデンのドイツ戦役。宗教改革が始まってからは、プロテスタントとカトリックの対立が続き、教皇は改革に対抗してイエズス会を設置し、16世紀末までには、バイエルン、オーストリア、フランス、ポーランド、チェコがカトリックの勢力圏に入った。1546年には神聖ローマ皇帝カール5世とルター派諸侯のシュマルカルデン同盟との間でシュマルカルデン戦争が勃発した。皇帝側が新教諸侯に勝利し、カトリックに有利なアウクスブルク仮信条協定が定められたが、寝返ったザクセン選帝公モーリッツとのパッサウ条約を経て、1555年のアウクスブルク宗教平和令が公布された。この例では、カトリックとルター派は、信仰を理由とした暴力の禁止を選ぶことができ、そして領民には、その信仰に従わせるとされた。アウクスブルクの和議は、教皇はあまり関わらず、皇帝と諸侯の間で交わされたもので、その後も、新旧両派は、自らの勢力拡大に努めた。神聖ローマ帝国に隣接する諸国のうち、スペインは、帝国の西部国境に、スペイン領ネーデルラントを領しており、イタリア内の諸方からネーデルラントに至る、スペイン回廊を通じて繋がっていることから、ドイツ諸方に関心を持っていた。1560年代には、ネーデルラント人による反乱が頻発しており、反乱の過程で、親スペインの南部10州と反スペインの北部7州に分割、これが1609年の和平協定まで続く80年戦争となる。また、16世紀中盤から17世紀中盤まで、フランスは、南は、ルーション、東南では、ジェノバとミラノ、東では、フランシュコンテとネーデルラントと、スペインと神聖ローマ帝国の2つのハプスブルク家に囲まれており、これは、ハプスブルク家による意図的な包囲政策の結果であった。フランスは、この打破を目指していた。フランス王家の関心は、宗教のそれを上回り、結果として、カトリックのフランスが、プロテスタント側で参戦することになる。アンリ4世は1609年に包囲打破に取り組み、その後最初リシュリューが、そして、枢機卿マザランが受け継いだ。オランダにとって30年戦争は80年戦争の一部を、なす。オランダは、海運、貿易、植民すべてにわたって、スペインを凌駕し、オランダは、反ハプスブルクの中心となった。1625年のデンマークとのハーグ条約は、デンマークの支柱となり、また、フランスを、オランダは、外交と援助金によって支援し、スウェーデン軍の勝利をもたらした。スウェーデンとデンマークは、バルト海の制海権をめぐって対立しており、デンマークの東部バルト海域の基地はスウェーデンに、奪われるなどしていた。デンマークが没落するのに対してスウェーデンは勃興し、スウェーデン王グスタフ2世やドルフは、バルト海周辺の領域の艦をつなぐ計画を持っていたところ、皇帝軍の挑戦によって、ドイツ問題に参戦せざるを得なくなった。また、小ゴート主義も参戦する動機の一つとなった。神聖ローマ帝国は各々に割拠する、独立性の高い諸侯の集まりであったが、帝位を持つハプスブルク家自身は、帝国の大きな部分を直接支配していた。オーストリアは800万人を統治する列強国であった。帝国はまた、バイエルン、ザクセン、ブランデンブルク、プファルツ、ヘッセン方伯、トリーア広司教、ビュルテンベルクといった地域勢力を含んでいた。その他にも、公領、自由都市、修道院、司教領主そして小領主といった膨大な数の諸侯があった。オーストリアとバイエルンを除いて、これらの諸邦には国家レベルの政治に関与する能力はなく、子孫への分割相続によって生じた一族関係による同盟が普通である。アウクスブルクの和議は、幾人かの改宗司教が彼らの教区を放棄することを拒み、加えて、スペインと神聖ローマ帝国におけるハプスブルク家及び他のカトリック君主たちがこの地域にカトリックを復活させようと図ったために崩れ始めた。1570年代初めになると、カトリック側がイエズス会を支柱とした宗教改革への本格的な反撃を開始し、新旧教対立は深刻化した。バイエルンでは、アルブレヒト5世によって、新教派は壊滅し、1574年には、マインツ大司教も、反宗教改革に乗り出した。イエズス会は、大学教授に就職して、教会再建のために後進を育成し、また、帝国の司法もカトリックに支配された。1577年、ケルン大司教領主のゲプハルト・トゥルホゼス・フォン、バルトブルクがカルバン派に改宗して、アグネス・フォン・マンスフェルト=アイスレーベンと結婚すると言い出した。教皇は、アウクスブルク宗教平和令の聖職者に関する、留保への審判であるとして、ゲプハルトを罷免し、後任に、バイエルン公使エルンストが据えられた。この時、プロテスタント諸公は傍観していたが、反宗教改革が、世俗諸領法へと押し寄せたことによって、宗教対立が高まっていった。フェルディナント一世は、ドイツとボヘミアのカトリックのために、両系色の生体配慮を認めるための、トリエント公会議を開催させた。ルター派は、プファルツ選定公領、ナッサウ、ヘッセンカッセル、そして、ブランデンブルクといった諸侯のカルバン派への離脱をも目にさせられた。このため、17世紀初めには、ラインラントとドナウ川南方はカトリックになり、ルター派は北部において優勢で、カルバン派は中西部、スイス、ネーデルラントなど他の地域で優勢となった。しかし、いずれの地域にも少数派はおり、いくつかの領地や都市ではカルバン派、カトリックそしてルター派はほぼ均衡していた。一方、ルター派のスウェーデンとデンマークは、帝国内のプロテスタントを援助して、政治的経済的影響力を得ようと考えていた。ユーリヒ・クレーフェベルク連合公国。ユーリヒ・クレーフェベルクのマルク伯領をラーフェンスベルク伯領1607年から1608年、バイエルン選帝公、マクシミリアン一世がルター派の帝国都市ドナウベルトをカトリックに改宗させて併合した。1608年の帝国議会は両派が激突し、5月にはルター派諸侯は、プファルツ選帝公、フリードリヒ4世を盟主に仰ぎ、新教同盟を結成した。新教同盟にはオランダが協力し、フランスとの交渉を開始した。ユーリヒ・クレーフェベルク公ヨハン・ウィルヘルムが1609年3月25日に死去すると、継承問題が持ち上がった。ユーリヒ公国、クレーフェ公国、ベルク公国、マルク伯領を連合させた、両方国家である、ユーリーヒ・クレーフェベルク連合公国は、ブランデンブルク選帝公、ヨーハン・ジギスムントや、プファルツノイブルク公ボルフガング・ビルヘルムだけでなく、周辺の大国の欲望を喚起させて介入される、こととなった。プロテスタント同盟に対抗して、カトリック側は1609年7月10日に、バイエルン選帝公、マクシミリアン一世を盟主とする、カトリック連盟を結成し、スペインの支持を当てにしていた。フランス、オランダ、イギリスはこれに反対した。ブランデンブルク選帝公、ヨーハン・ジギスムントは、新教に改宗し、プロテスタント同盟に加盟、プファルツノイブルク公ボルフガング・ビルヘルムは、ローマ教会に入って、カトリック連盟に加盟した。さらに、フランスが、プロテスタント同盟に、皇帝が、カトリック連盟の陣営についた。スペイン、オーストリア、オランダは繰り返しユーリヒ・クレーフェベルク連合公国に侵入したが、フランスのアンリ4世が暗殺され、大きな戦争とはならなかった。1610年10月24日に、プロテスタント同盟とカトリック連盟は講和し、他の要求者を排除して1614年のクサンテン条約で、ブランデンブルクがクレーフェベルクを、プファルツノイブルク公がユーリヒベルクを分割相続した。30年戦争は4つの段階に分類することができる。また、シグフリード・スタインバーグは、30年戦争を、休戦や和平によって中断された12の戦争とする。30年戦争はのべつ幕なしに30年間、戦争が連続して続いたわけではなく、13の戦争と10の平和条約が締結され、17世紀、当時の歴史家は一つ一つを別々に見ていた。これらの戦争が一つとみなされ、30年戦争という合成語が作られたのは17世紀末であった。プラハ総外党的事件オストリア・ハプスブルク家では1612年に新皇帝となったマティアスは仲裁者型で意志が弱かった。シュタイヤーマルク公フェルディナントが1617年にフェリペ3世とエルザスをスペインに譲るのと引き換えに帝位継承権を獲得することをマティアスは阻止できなかった。ボヘミアでは、プロテスタント党族が優勢であり、マティアスの兄であり、前皇帝である、ルドルフ2世が交付していた、勅許状をめぐり紛争となっていた。マティアスは、フェルディナントとボヘミア王の王位を譲ったが、フェルディナントは、イエズス会の教育を受けた熱心なカトリックであり、プロテスタント弾圧を開始した。神聖ローマ皇帝フェルディナント2世。フリードリヒ5世1618年5月23日、弾圧に反発した、急進派の貴族が、皇帝代官、マルティニツと、スラバタを、プラハ王宮の窓から突き落とすというプラハ、総外党的事件が起きた。これが30年戦争の始まりである。ボヘミア王フェルディナントはまだ皇帝ではなかったが、事実上のハプスブルクや全世州領の所有者であったため、ボヘミア鎮圧を決定したが、資金が不足していた。翌年3月にマティアスは死亡し、8月にフランクフルトでフェルディナントは、フェルディナント2世として皇帝となった。しかし、ボヘミアの盗賊は新皇帝を認めず、1619年8月、新教同盟のプファルツ選定公、フリードリヒ5世を新国王にした。フリードリヒ5世は、イングランド王ジェームズ1世の娘、エリザベス・スチュワートと結婚していたため、ボヘミア盗賊はイングランドからの支援を期待していたが、イングランド内戦直前によって、期待は裏切られた。一方、フェルディナント2世は、スペインハプスブルク家やバイエルン公マクシミリアン1世などのリーガ諸公との同盟の結成に成功し、プロテスタントながら、フリードリヒ5世と反目していたザクセン選定公、ヨハン・ゲオルク1世さえも味方につけ、ティリー伯を司令官とする軍を派遣した。これに対するボヘミア諸公は、新教同盟ユニオンから援軍を得られなかった。ティリー率いるカトリック連盟軍はオーストリア身分制議会軍を破り、1620年11月8日の白山の戦いで、反乱軍は大敗した。一方、スペインはオランダを再征服するために、ライン川沿いの陸路を確保しようとしており、スピノラが率いるスペイン軍は1620年9月に、プファルツを占領した。戦況の悪化により1621年5月には、プロテスタント同盟が解消した。カトリック連盟軍は1621年秋に、オーバープファルツを占領し、1622年に、スペインと合流、ティリーは、マンスフェルト、クリスティアンも一周した。1622年10月25日に、グラーツが攻略され、ボヘミア王の領域は完全に鎮圧された。スペインと旧教連盟によって鎮圧された、ボヘミアの反乱勢力は処刑され、以後ボヘミアはカトリック化政策が断行された。これ以後、ハプスブルク家のボヘミア支配は強固なものとなった。1627年の診療法条例によって、ボヘミアは、ハプスブルク家の属領となった。これにより、多くのボヘミア貴族やプロテスタントが、ヨーロッパ各地に亡命した。フリードリヒ5世は領土を失ったため、オランダへ亡命し、バイエルン公マクシミリアン1世は、プファルツ選定公くらいを獲得した。スペインは、対オランダ戦争に向けての重要なルートを確保した。バイエルン公のプファルツ選定行為獲得は、禁印勅書に反するものであったため、諸公の怒りを買った。プファルツ侵攻後もティリーは、ハルバーシュタット司教領に攻撃をかけ、ドイツ北部にも戦線が拡大した。カトリック連盟とハプスブルク家による、プファルツ侵攻に脅威を感じた。フランスのリシュリューは1624年、オランダ、イングランド、スウェーデン、デンマークとハーグ同盟を結成し、カトリック連合を牽制した。またフランス、サボイやベネツィアがスペインのハプスブルク系の支援ルートを阻んでいた。一方、ミラノからアルプス、チロールへ抜けるバルテリナは、オーストリアとスペイン領イタリアを結ぶ最短陸路であったため、ハプスブルク家は、支配を望んでいた。バルテリナは、スイスと結ばれた、緩やかな諸州同盟、グラウビュンデンに従属していた。フランスとベネツィアは、ハプスブルク家に対抗し、ゲオルク・イエーナッチを中心に、派閥争いが起こったところ、1620年、スペインがバルテリナを占領した。その後1624年フランスが占領したが、1626年の、モンゾン条約でスペインとフランスの共同保護領となった。しかし1628年からのマントバ継承戦争の際、再びハプスブルク軍が占領、1635年にはフランスが奪回し、1639年にはグラウビュンデンがフランスに反撃して、1639年9月3日のミラノ講和でグラウビュンデンはスペインへの従属となった。クリスチャン4世、ティリー伯デンマーク王クリスチャン4世は、オランダからボヘミア・プファルツ戦争への支援を要請されていたが中立を守った。しかし、デンマーク王はもともと北、ドイツへの勢力拡大とバルト海、北海の覇権確立を狙っており、王国参事会の反対を無視して、介入を決定した。1625年、デンマーク王が、ニーダーザクセン帝国管区長官として、長らく空位になっている二つの帝国内の司教職に、自分の息子を就任させる要望を出したところ、ティリー伯の軍がニーダーザクセンに進駐して皇帝に、露骨に拒絶された。これにより、デンマーク王は介入への口実を得た。ハーグ条約によって、イギリスとオランダからの支援を受けた。反ハプスブルク家のプロテスタント連合は、さらに、トランシルバニア公、ガブリエル・ベトレン、オスマントルコ、カトリックのフランスと共鳴して、ブラウンシュバイクのクリスティアンがウエストファリアと、下ラインラントのウィッテルスバハ家諸領を制圧し、デンマーク王は、ニーダーザクセンを奪取し、連合軍最高司令官マンスフェルトがハンガリーからの、ベトレンと合流して、ボヘミアとシュレジーエンとモラビアに侵入する計画であった。スウェーデンは、同盟による支援を受けて1625年5月に主戦場ニーダーザクセンに進軍した。これに対して皇帝軍はティリー率いるカトリック連盟軍に加えてボヘミアの傭兵隊長バレニシュタインを皇帝軍総司令官に登用し10万人の軍を率いた。デンマークは当初はスウェーデンとの共同介入であったが両者の主導権争いの結果スウェーデンはポーランド問題に注力し、デンマーク単独での介入となった。デンマーク王の参戦に対してイングランドは資金を提供し、エルンスト・フォン・マンスフェルト、クリスティアン・フォン・ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテルの二人の傭兵隊長の軍を援軍として派遣したが、デンマーク軍と傭兵部隊の間では戦略についての主導権争いが発生し、ついに別行動を取るようになる。これは、皇帝軍の括弧撃破の工事となり、マンスフェルトは1626年4月デッサウの戦いで敗北した。マンスフェルトは、ベネチアに支援を求める途中で死んだ。ブラウンシュバイク公クリスティアンは1626年6月16日に病死し、6月27日のルッターの戦いで、ティリー皇帝軍はデンマーク軍に勝利し、ホルシュタインまで追撃し、それに呼応して、バレンシュタインもユトランド半島まで追った。デンマークが帝国内に領有していた、ポンメルン、デンマーク側に加担していた、メクレンブルク領も、皇帝軍が占領した。1628年夏、バレンシュタインが帝国海軍基地確保のために、ポンメルンのシュトラールズント港を包囲するに至り、スウェーデンは介入を決定した。しかし、バレンシュタイン軍を追撃しようとクリスチャン4世が再上陸して返り討ちに遭い、1629年5月22日にリューベックの和約が皇帝との間で成立し、領土は没収されずに維持されたものの、帝国への介入を禁じられた。これによってデンマークは、北欧の覇者としての地位が揺らぐこととなった。なお、イングランドも当初はドイツに軍を派遣したり、フランスとハーグ同盟を結んだり、マンスフェルトに資金提供をしたりして30年戦争に介入していたが、フリードリヒ5世の義父だったイングランド王ジェームズ1世が1625年に亡くなり、チャールズ1世が即位すると、側近のバッキンガム公、ジョージ・ビリアーズは、フランスとの協調外交で、ハンハプスブルクとプファルツ救援を掲げて、スペインのカディスに艦隊を派遣した。ところが、マンスフェルトの大敗及び、カディスの遠征失敗で、バッキンガム公は人望を失い、1627年に、フランスに宣戦布告したが、フランス・スペインの同盟締結で、フランスも敵に回してしまい、ラロシェル包囲戦の敗北で、バッキンガム公はさらに権威を失墜、議会から失敗を責められ、1628年にバッキンガム公が暗殺されると、チャールズ1世は1629年にフランスと、1630年にスペインと和睦して30年戦争から手を引いた。この時、スペインからイングランドへ大量のメキシコ銀が流入した。以後チャールズ1世は財政再建を進めようと、専制政治を行い、それが元で議会と衝突して1642年に、新教徒革命を引き起こし、30年戦争終結後の1649年に、処刑され、イングランド共和国の成立につながった。デンマークを破った皇帝フェルディナント2世の権威は、1629年3月6日の、復旧勅令発令で1552年以降、プロテスタント諸侯に没収された教会領地をカトリック側に返還することを命じた。また、皇帝の許可のない同盟の締結も禁止された。これは皇帝権のピークであり、皇帝絶対主義を意味した。ただし、これはカトリック教会の再建というよりも、ハプスブルク家紋勢力の増大が意図されたものだった。しかし、領土削減の危機に立たされたプロテスタントの作戦。選定校は愚か、カトリック選定校バイエルン校も反対に回り、1630年8月のレーゲンスブルク選定校会議では、バレンシュタイン軍の横暴であるため罷免を求め、復旧勅令は、ハプスブルク家によって利用されていると批判した。皇帝は、復旧勅令については譲歩しなかったが、バレンシュタイン罷免には同意した。この時、すでに、スウェーデン軍は、ポメルンに上陸していた。ブライテンフェルトの戦いにおける、グスタフ2世、アドルフ・バレンシュタインが、バルト海、大西洋提督に任命されたことは、スウェーデンのバルト海の覇者としての地位を脅かした。スウェーデン王、グスタフ・アドルフが1631年1月に、フランスと同盟を組み、フランスからの資金援助を受けて3万の軍を率いて参戦し、ポメルン、メクレンブルクから皇帝軍を駆逐した。しかし、新教諸侯のブランデンブルク、ザクセン選定校は参戦をためらい、マクデブルクは陥落した。ティリーが復旧勅令執行のためザクセンに進軍すると、皇帝派だったザクセン選定校、ヨハン・ゲオルク一世はスウェーデン側に寝返った。スウェーデン軍は1631年9月17日、ライプツィヒの北方、ブライテンフェルトで、皇帝軍と対峙し、新式の軍政、装備、戦術を有するスウェーデン軍の圧倒的勝利に終わった。さらに、スウェーデン軍は、ビュルツブルグを攻略し、11月には、アルニム率いるザクセン軍がプラハを攻略した。ブランデンブルク選定校、ゲオルク・ヴィルヘルムも、スウェーデン軍と同盟を結ぶに至った。1632年2月に、スウェーデン軍はミュンヘンへ南下、4月15日にはレヒ川の戦いで皇帝派のバイエルン軍に対し、砲兵の効果的な運用で再びスウェーデン軍が圧勝した。負傷した総司令官ティリー伯は間もなく戦死し、皇帝軍は大きな損害を被った。皇帝側はボヘミアに引退していたバレンシュタインを再び総司令官に任命して4万の軍を編成し、巻き返しを図った。1632年夏バレンシュタインはボヘミアに進駐するザクセン軍を駆逐し、ニュルンベルクでスウェーデン軍を破り、ザクセンへ向かった。11月16日、両者はライプツィヒ郊外のリュッツェンで戦闘を開始した。開戦当初、戦局は皇帝軍に不利に動き、援軍の指揮官パッペンハイムも来着直後に戦死したが、スウェーデン王グスタフも戦死した。スウェーデン王戦死の方は皇帝軍の指揮を挙げたが、スウェーデン軍は傭兵隊長、ベルンハルト・フォン・ザクセン・バイマルが指揮を引き継ぎ、結局皇帝軍はこの戦闘に敗れた。スウェーデンの王都ストックホルムでは王女クリスティーナが国王に即位する。幼い女王のカスウェーデンの実権は最初、オクセンシェルナが引き継いだ。しかし、スウェーデン軍とプロテスタント諸侯との分裂を引き起こした。オクセンシェルナは1633年4月にドイツ諸侯の自由の回復を求めていた南ドイツの帝国クライス、クーアライン、オーバーライン、シュバーベン、フランケンとの間にハイルブロン同盟を締結した。これを受けて、フランスのリシュリューは、プロテスタント諸侯へのフランスの影響力を保持するためスウェーデンと取引をし、カトリック国であるにもかかわらず、フランスもこの同盟に参加する。30年戦争は新しい局面を迎えることになった。フェルディナント対抗後に、皇帝フェルディナント3世となる。一方、スペイン軍がイタリアからスイスを通って、ライン川上流地域に進出した。バレンシュタインは独断で、スウェーデン軍と和平を交わし、さらに1634年には将官たちに彼、個人への忠誠を制約させたため、暗殺された。皇帝は、嫡男のフェルディナント大公を総司令官に任命し、1634年9月ネルトリンゲンの戦いでスウェーデンプロテスタント諸侯軍を撃破した。スウェーデン軍は重大な被害を受け、30年戦争の主導権を失った。この勝利によって南ドイツを取り戻し、プロテスタントから主導権を奪い返したフェルディナント2世は諸侯との和睦に動いた。フェルディナント2世はマクシミリアン1世とヨハン・ゲオルク1世。ゲオルク・ヴィルヘルムら選帝公たちとの和解、スペインの参戦に勇気づけられ、他方では戦闘が続いているにもかかわらず、30年戦争終結へ向けて復旧令の撤回と引き換えに諸侯の和解を図り、1635年にプラハ条約を締結した。皇帝フェルディナント2世はカトリック至上主義は放棄したが、諸侯の同盟禁止が明記されていたため、カトリック連盟解散で優位に立ち、1636年の選帝公会議で、フェルディナント大公のローマ王選出に、ようやく成功した。しかしこの条約は、皇帝の意向を高めはしたが、結局は一時的なものでしかなかった。スウェーデン軍は、かつての勢力を失い、ハイルブロン同盟が崩壊しながらも、最初オクセンシェルナの手腕によって、フランスが、ハプスブルク家に対抗して、直接介入させることに成功したのである。アクセル・オクセンシェルナ亡き国王グスタフ2世、アドルフの遺産を死守する忠勤な宰相、リシュリュー権謀術数を駆使し、フランス王国の国益を追求する。霊利な宰相フランスにとって、当面の敵は皇帝でなく、スペインだった。フランスはこれまで、ハプスブルク家に対抗して1631年から、メッツ、ロートリンゲン、エルザスを確保した上で1635年にスペインに宣戦した。皇帝への宣戦は1638年である。トルステンソン率いるスウェーデン軍は巻き返しを図る。この戦役では、フランス宰相、リシュリュー、スウェーデン宰相オクセンシェルナ、神聖ローマ皇帝フェルディナント3世の戦略がぶつかり合うことになった。テュレンヌとコンデ親王率いるフランス軍は主にスペイン軍とスウェーデン軍は皇帝軍と戦った。しかし、ドイツの国土は荒廃しており、戦争は地域的に分散した。皇帝軍は1636年のビットストックの戦いでスウェーデン軍に敗れ、勝利したスウェーデン軍は再びドイツへ侵攻する。これ以降、ハンハプスブルク勢力の情勢は好転した。ネーデルラントではオランダがスペインを破り、ブレダの要塞を陥落させる。この勝利は、オランダの独立を確実なものとし、逆に、スペインの覇権の陰りを示すものであった。こうした情勢の中、1637年に、フェルディナント2世が死去した。新皇帝には、ネルトリンゲンの戦いで名声を得たローマ王、フェルディナントが、フェルディナント3世として即位した。フランス軍の傭兵隊長となったベルンハルトも攻勢に出て、1638年、ラインフェルデン、フライブルク、ブライザハを陥落させて、アルザスを占領、スペイン回廊を寸断した。ただしベルンハルトは、フランスといざこざを起こし、翌1639年に彼が急死すると、配下の軍勢は、フランス軍に編入された。一方のヨハン・ゲオルク一世とゲオルク・ビルヘルムは皇帝側に泊まり、後にザクセン軍とフランス軍は交戦することとなる。同年、スウェーデン軍はハイルブロン同盟から寝返ったザクセン軍をケムニッツで破り、ボヘミアに侵攻したが、スウェーデン軍のヨハン・バネール将軍の野心によって統率が乱れ、撃退されている。翌1639年、エアフルトでフランス軍、スウェーデン軍、ブランデンブルク選定公軍が開港している。もっとも、ブランデンブルク軍は、後に、大選定公と呼ばれたフリードリヒ・ビルヘルムが、翌1640年に亡くなったゲオルク・ビルヘルムの後を継いで選定公となると防衛戦争に切り替え、1641年に、スウェーデンと和睦して事実上中立の立場を取った。1640年頃から、皇帝は和平に向けた動きを見せ始めるが、その高圧的な態度に応じる勢力はいなかった。しかも、スペイン軍は、この時期から、フランス・オランダの前に敗退を重ね、没落の兆しを見せていた。なおこの年、スペインの首引きを脱したポルトガル王国が独立し、ポルトガル王政復古戦争、さらにカタルーニャも反乱を起こし、スペインは苦境に立たされた。また、フランス軍がピレネーに進出し、ドイツ方面へ軍を派遣できなかった。帝国盗賊は、皇帝軍から、どんどん脱落していき、1640年には、ブランデンブルク選定公ビルヘルムがスウェーデンと、休戦条約を交わした。バイエルン公は同年ニュルンベルクで選定公会議を開き、翌年のレーゲンスブルク帝国議会では、皇帝と諸侯にフランスとスウェーデンとの交渉を委任した。1641年12月には、フランス、スウェーデンとの講和会議が決定されたが、調停や権利要求で、紆余曲折をして、議事は進まなかった。1642年、皇帝軍は、ブライテンフェルトの戦いで再び、スウェーデン軍に敗北、さらに逼迫した皇帝は、和平の道を模索し始めた。この頃になると、帝国全体で、厭戦気分が蔓延するようになる。1642年の暮れには、ライン川の両岸で和平会議が設置されたが、1644年に、ようやく交渉が開始される。しかし、交渉を優位に運ぶために、戦争を終わらせるための戦いが激化するという、矛盾した状況になっていく。ジュール・マザラン帝国法によって国際会議は設置されたが、戦争の主導権を奪い返したスウェーデンが和平会議も牛耳っていく。この時期フランスでは1642年に宰相リシュリュー、翌1643年にフランス王ルイ13世が相次いで死去した。リシュリューの政策は新宰相ジュール・マザランに引き継がれるが、新国王ルイ14世はまだ幼く、フランス国内は不安定となった。そのためマザランは、き継いだ政策のうち、国王を神聖ローマ皇帝にという野心を放棄せざるを得なくなる。しかし、1643年に、フランス王族のアンギャン公王、ルイ・ド・ブルボンが、ロクロワの戦いでスペインを殲滅、さらに1644年のフライブルクの戦いで、カトリック軍の中心であるバイエルン軍を破ったことで、フランスは30年戦争における勝利を確実なものとした。レンナート・トルステンソン一方スウェーデンは、ドイツで転戦するスウェーデン軍を背後から脅かすデンマークと戦端を開いた。皇帝軍に敗北したデンマークは、皇帝軍にたびたび勝利して、勢力を拡張するスウェーデンに対して影響力の復活を目論み、皇帝へ接近したり、英野村会教善を引き上げるなどして、スウェーデンを牽制していたため、両者の緊張が高まっていた。会教勢の引き上げは、オランダとスウェーデンの接近を許すこととなった。1643年、スウェーデンは、ユランに侵攻、オランダ海軍も味方につけて、スウェーデン・オランダ連合艦隊は、デンマーク艦隊を屈服させ、1645年8月のブレムセブル講和条約でデンマークは、ノルウェーの一部やゴットランド島を割譲することとなり、バルト海の覇権をスウェーデンに奪われた。またこの戦争で、グスタフ・ホルン将軍が復帰している。皇帝軍は、デンマークの支援に駆けつけたが、惨敗した。この戦争は、スウェーデン軍指揮官、トルステンソンの名前から、トルステンソン戦争と呼ばれる。スウェーデンは30年戦争の勝利を確実にするために、再びボヘミアへ侵攻する。1645年、プラハ近郊のヤンカウの戦いでまたしても、皇帝軍は大敗した。この時プラハにいた皇帝フェルディナント3世は、狼狽して、ウィーンへ逃亡したが、これは、かつてのフリードリヒ5世の逃亡に酷似していたため、フェルディナントの逃亡と揶揄された。この事件は、ハプスブルク家の敗北を決定的なものとし、バイエルン軍も第二次ネルトリンゲンの戦いで、フランス軍に敗れ指揮官、フランツ・フォン・メルシーを失った。マクシミリアン一世は、フランスとよりを戻し、孤立したヨハン・ゲオルク一世も1645年にスウェーデンと休戦条約を締結した。テュレンヌ子爵この一連の戦況によって和平会議は一気に進展した。国際会議にはイングランド、ポーランド、ロシア、オスマン帝国を除いたすべてのヨーロッパ諸国が参加していた。しかし1646年に皇帝軍がバイエルンに合流することを恐れた。スウェーデンがバイエルンに再度侵攻する。フランスはこれを越権行為として、スウェーデン牽制のためにテュレンヌ将軍を派遣した。両者に挟まれたマクシミリアン一世は、翌1647年に屈服、休戦したが、バイエルン軍の将軍ヨハン・フォンベルトが反乱を起こして、皇帝軍に合流し、ヤンカウの敗戦で打撃を受けた皇帝軍は、驚異的な復活を成し遂げる。1648年1月31日、ミュンスター講和でスペインとネーデルラントの個別講和が行われた。劣勢を挽回した皇帝、バイエルン連合軍は、1648年にアウクスブルク近郊のツスマルシャウゼンで、カール・グスタフ・ウランゲルとテュレンヌの率いるスウェーデン・フランス連合軍との戦闘に臨んだが、大敗するも援軍に駆けつけ、包囲戦は3ヶ月にも及んだ。さらに皇帝側の頼みの綱だった、スペインも、ランスで、コンデコ率いるフランス軍に敗れ、大勢は決した。ツスマルシャウゼンで勝利したスウェーデン軍は、プラハを包囲、占領した後に、帝都ウィーンを攻める体制を固めた。和平交渉においてスウェーデンは、過度な要求を皇帝に突きつけたが、クリスティーナ女王は、キリスト教世界の平和と安寧のために皇帝に、迫って、新教徒の権益を広げさせた。引き換えに、女王は、スウェーデンの膨大な要求を引き下げ寛大な譲歩を行った。この譲歩によって、和平交渉は進み、皇帝が和平条約への署名を決断した1648年10月24日に、ヴェストファーレン条約がミュンスターとオスナブリュックで締結され、30年戦争は終結した。前者はフランスと後者はスウェーデンに関わる内容だった。戦争終結を祝し、70門の大砲の一斉射撃が行われた。11月2日、プラハに条約締結の報が届いた。条約では、メッツ、トゥール、ベルダンの司教領、エルザスのズントガウなどがフランスに割譲され、スウェーデンは西、ポメルン、リューゲン島、ビスマル市、ブレーメン大司教領を得て、さらに帝国議会の議席も得た。この意味でフランスとスウェーデンは30年戦争の勝利者とも言われる。さらに、スイスとネーデルラント共和国の独立が正式に承認された。他方、スペインは和平対象から外された。このためスペインとフランスの対立は1659年のピレネー条約まで持ち越された。帝国内ではアウクスブルクの宗教平和令の有効性が確認され、対立の原因でもあった、聖職者に対する留保条項は破棄され、1624年における宗派分布が基準とされ、これに基づき、諸領域はどの宗派に属するかが決定された。さらにカルバン派も公認され、帝国議会では、新旧両派の合意によって決定されることとなり、これによって宗教問題が帝国内の紛争の原因となることは、基本的にはなくなった。ただし、信仰の自由は、両方君主に許されるままで、個人の自由は認められなかった。皇帝の権限は後退し、帝国盗賊の権利が強まり、外国との戦争、法の発布には、帝国盗賊の同意が必要とされるようになった。こうして、ドイツの自由は、帝国盗賊の自由となった。30年戦争時の虐殺を描いたジャック・カロによる版画、戦争の惨禍。この戦争は、神聖ローマ帝国という枠組みを超えて全ヨーロッパの情勢に多大な影響を与えた。ベストファーレン条約によって、ドイツでは帝国盗賊の両方貢献が認められていくなど、神聖ローマ帝国、またはドイツ帝国は無力化した。また、条約で、フランスの優位が規定されてその後のヨーロッパの国際情勢を規定することになったため、ベストファーレン体制が形成された。ヨーロッパに新たな国際法のシステムの端緒とされ、勢力均衡の視点が芽生えたと言われる。ただし、近年はベストファーレン条約によって近代国際法が開始したというのは19世紀半ばに作られた神話であり、神聖ローマ帝国消滅後の主権国家の並存体制が形成された時代の産物であると指摘されている。フランスにとってはハプスブルク家の弱体化が目的であり、これはフランスとスウェーデンがドイツの保証国となり、帝国盗賊の自立の強化によって達成された。そのため、ドイツの国民国家としての統一への道は閉ざされ、ドイツの後進性が決定づけられた。他方、両方的分裂は文化や教育の普及をもたらした。フランスはこの戦争後もスペインと戦争を1659年まで継続した。また、この戦争は欧州経済の転機となり、スウェーデンへはオランダから資本が、リエージュから鉱山開発技術が流れ込み、また、スウェーデンからオランダへ大量の武器が輸出されるようになった。ドイツでの経済が1619年から1623年のインフレーションによって没落し、ハンザ同盟の諸都市や金融取引に巻き込まれた南ドイツの諸都市もおおむね破滅した。長期間にわたる戦闘や傭兵による略奪で、ドイツの国土は荒廃し、当時流行していたペストの影響もあって人口は激減した。戦前の1600万人が戦後は1000万人となった。ただし、死亡者のみでなく、移動した数も含まれるし、地域によって被害は異なる。総人口は全般的に増加したとも言われる。戦時中は傭兵を維持する課税で、人々は苦しんだ。しかも課税は敵、味方の区別なしに、現地で調達され、物資も暴力的に徴発され、傭兵軍による略奪がなされた。また当時は商氷河期、1560年から1700年、であり、ボーデン湖やライン川も氷結し、凶作をもたらした。さらに、ペスト、コレラ、チフスなどの疫病が蔓延した。農民は、略奪から資産を守るために、都市へ避難したため、1650年以降都市は、成長した。交戦国間の経済にも多大なマイナス効果を及ぼすことになった。伝統的な封建階級は没落し、代わって、ユンカー層など新たな階層が勃興する契機となり、両方各国が絶対王政的な主権国家化した。このような中、求心力を弱めたハプスブルク家に代わり、ホーエンツォレルン家が台頭、ドイツ民族の政治的重心が北上し、後世のドイツ統一における、小ドイツ主義の萌芽となった。神聖ローマ帝国は、この後も1806年に解体されるまでの間、存続した。オーストリア・ハプスブルク家は、帝位は、保つが、実態としては、ドイツ君主ではなく、オーストリア大公、後に、オーストリア皇帝として18世紀、19世紀を生き延びることとなった。ありがとうございます。